42郎のジミーさんの英作文添削しました。まずですね、drink any alcohol っていうのはでは始まりましたもっちゃチャンネル。さあ今回は再び42郎のジミーさんにおいでいただきました。どうもお願いします。はい、お願いします。今回ですね、ジミーさん本当に東大受験しているということで、はい、この間の東大入試実践の英作文添削しました。結構構文とかはもう昔からやっててできると。実はですね、文法とかそういう基礎の方がまだ自己流で全部わーって勢いはあるんですけど、誰かについてっていう系統だったっていうのは多分やってないんで、っていうのは弱点だと思ってます。なるほど。じゃあちょっとどの程度の実力なのかっていうのを見ていきたいんですけど、最初がですね、健康維持のためにあなたがやるべきであるとあなたが思うことを一つっていうやつですね。まあ健康いっぱい崩してきた。そう、これね、アルコホリックアディクションネタにしようってのは、まあ自分で酒の依存症やってますんで、パンとやってもひらめる。なるほど。逆にそれ以外思いつかない。はいはい。アルコールのについて書かれてたんですが、それをちょっと見ていきたいと思いますね。最初 basically we should not drink any of alcoholic drink as possible as we can なんですが、まずですね、drink any alcohol っていうのはアルコホールドリンクとは言わないと思うので、オブいらないですね。アルコホリックドリンクだったらまあ言うことはできるんですけど、でもやっぱアルコホールっていうのが普通ですね。We should not drink any alcohol ですね。as possible as we can これですね、よくやる間違いですね。多くの人が自分の可能な限り我慢してみたいな。そうですね。そういうのを入れたかったんですけどね、こっちの方に行っちゃったね。これ混ざってるんですよ、2つが。例えば as much as possible と as much as we can のこの合体して as possible as we can になっちゃう。でちなみにこの場合だとマッチをここに入れても意味は通らないのでない方がいいですね。まあ if possible っていうのを入れたらまあできるならなんですけど、ただそれだと意味は弱くなっちゃうんで、だからそのままなしでいった方がいいかな。で It is because that daily drinking habit これはこの that はハビットにかかってるだったんですか、それとも because と that 接続詞2つ重なっちゃってる。ああ、これもちょっと余計ですね。これだから daily drinking habits っていうふうに複数にしてですね、ハビッツInfluence あ、そうですね、これ to とかってよく入れちゃうやつですけど、influence の、他動詞ですので、動詞の場合はインフルエンスオーバーも余計なことになっちゃいます。 on とかっていうのは、はい、have an influence on、うん、名詞の場合のインフルエンス、これは動詞で使ってるんで、ここでインフルエンスは、他動詞なんでそのまま liver なんですが、まあ liver にはまあ所有格、普通 our liver とか、私たちの肝臓っていう風に入れて、で so bad ではなく so badly ですね、副詞なんで悪く影響する。で gradually は位置がここではなく would の後ろですね。 would と influence の間に gradually は入れた方がいいですね。would gradually influence our liver so badly で also it makes you get alcoholic addiction easily あ、なるほど。必ずじゃない場合は、ちなみにit can make とかにした方が実はいい。it makes って言ったら必ず起こっちゃうことになるので、it can make alcoholic addiction の場合は get develop とかを使いますね。病気のアディクションとかっていうのは develop で監視が必要なんでアディクションがあったんで develop an alcoholic addiction っていうふうに言いますね。It can make you そうか you になってるから、さっき our で言ったから us it can make us develop an alcoholic addiction とかってやる。まあ easily はいらないかな。で once あ、これは once if ですね。合体させちゃダメですね。once だけです。ここはね、私の人生体験も含めてね、まっすぐに来た人でもね、何かのね、女の人に振られたとかね、仕事うまくない、なんかフラッシュバックしちゃって入れたかったんだね。こんなもしでフラッシュバックねしてる暇ないんですけど、この if を消しますね。接続詞2つになっちゃうんで you get this kind of addiction これが it と小文字で書かなきゃいけないですね。これはよくある間違いなんで、文中で大文字で書いてしまうっていうのはよくあるミスなんで気をつけないといけないですね。It is so difficult to overcome the problem and also our でここまた大文字になっちゃってますね。Our brain in my headっていうので、ブレインっていうのは必ずヘッドにあるものっていうのと、あと前になっちゃってるので、私たちの脳が私の頭の中にあるようになっちゃってるので、今ヘッドを取らないといけないですね。Our brain would be damaged by alcohol まあこれでいい感じかな。That is why I think そうですけど、まあ文法上は That is why I think そうですけど、まあ別になくていいかなと、内容はないので特にっていう感じですね。これが英作の直しです。ありがとうございます。だから文中の大文字とかは気をつけないといけないですね。で、あとは代名詞が you と my とか our とかバラバラになっちゃってるんで、これの統一ですねっていうのが大事になると思いますね。あとはそう言ってましたもんね、筆記体ってもともとやってましたから。これはいつの頃からのね、筆記体をじゃなくてブロック体で書くみたいな教育方針っていうんですか、はい、なったのか分かんないんですけど、私は筆記体が好きで、はい、その単語の記憶だとかバリバリやってたの、うん、これ結構筆記体オンリーのあれからブロック体の1年ぐらいですか、こうやってスラスラ書けるようになったの、時間かかったんですよね。全然筆記体で書いちゃっていいと思いますよ、はいはい、N の書き方が結構大変ですね。ネイティブ読むとき N なのか M なのかがこれ結構きついって言ってました。次が和文英訳ですね。日本語を英語に直すやつですね。そうですね。多分この日本語は動画には見せられないと思うので、はい、英文を直しながらやっていきますね。What is the expression driving at question って書いてあって、これもやっぱりそうですね、和文英訳とだいぶ変わっちゃうので、うん、何を意味してるんだろうじゃなくて、うん、こうですよって後ろにつなげていけばよくて、だからその場合だったら、What the expression is getting at is で、ここの it 水とかして、この後ろに続けていけばいいかな。はい、で、そうですね、driving at はエクスプレッションには使えないですね。まあ、ドライバー自体は使います。What are you driving at? とかっていうんだったら、お前何言おうとしてるのなんですけど、エクスプレッションには使えないと思うので。あとはもっと簡単なんだったら、What the expression is trying to say? 言おうとしてることはこれで、で、後ろざっと説つないで、Since nobody knows what will happen in near future って書いてあって、これまあ in the future。いわゆる日本語には出てないので、ニアの部分は。で、これがまた接続詞やっぱ余分につけちゃうっていう癖があるので、センスとそう、中国語の影響出てんじゃないかなと思って、インウェイソーイになってんじゃないかなと思って、ありますね。英語やっちゃいけないので、それは。インウェイソーイが続いてますよね。そうです。2個使えるんですけど、中国語は英語ダメですので。We would better to prepare はこれも文法むちゃくちゃなので、It would be better to prepare だったらいいですね。We じゃなくて It にして、It would be better to prepare。で、for the state of emergencyって書いてあって、これだと緊急事態宣言になっちゃうので、あ、そうですね、緊急事態をね、やっとステートオブイマージェンシー覚えたんで、使いたくてしょうがなかったんですね。なんでまあイマージェンシーズって普通に単なる複数形にして、複数形にして、なんか緊急事態に備えて、で、あ、そうですね、デイリーベーシスは on a daily basis です。 on a daily basis、 ベーシスは on と使うので普段からですね。 especially we need to cope with the situation、 まあそうですね、シチュエーションもしくはシチュエーションつって、 inefficiently は in の後ろに副詞があっちゃってるんで、で、まあ一応効果的になんで、まあ一応は effectively が一番いいかなと。で、even under、 まあこれ under 前置詞なんで、前置の後ろに主語動詞来ちゃってるんで、だからまあですね、 in case の説、 in case of なんとか、あ、 in case of は前置詞ですね。 in case sv、 in case sv、 はい、っていうのが使えるので、こういう時に備えて、 in case unexpected events ですね。 S 必要ですね。イベント数えられるんで、 events take place でウッドを取ってって感じかなと思いますね。そんな感じで私は直しました。はい、ありがとうございます。はい、この代名詞の統一か、代名詞の統一で S とか「あ」がある裸名詞と言われるやつですね。裸名詞をなくす、接続詞があってで SV、 接続詞 SV とこの辺ですね。はい、あ、はい、こんな感じで添削していけますので。で、まあ結果もらったんですけど、まあただやはり共通テストがまずはそうですね、かなり厳しいと、はい、その足切りを突破できるかが相当大変だってことで、うん、まあそうですね、結果をいろいろ見たんですけど、数学がやっぱり、うん、ほとんどダメです、ね、はい、なんでやっぱり数学を上げないと、うん、まずその足切り突破が難しいだろうって感じになりますんで、はい、そこをがっつりですね、やるっていうのが大事だと思います。まあまずは基礎を、うん、やって共通テストで取れるようになるっていうところを今年度は目標としてやっていくといいと思いますんで、多分だからオーバーワークになっちゃうと思うんで、ポレポレとか投資図だと、うん、で英語の昔のねリスニング力をこう戻してっていうのができたらいいかなと思ってるので、うん、はい、やっとですね、恥ずかしい話なんですけど、はい、アルコール依存、お酒飲めなくても大丈夫になったのが、うん、よかったですね。2年前あれでやっぱし全然そこから変わってきて、思考がですね、まともになってきて、いい感じなんですね。よかったですよ。その分また違う依存にいっちゃったんですけど、いやいや、もうダメなんで、もうぜひここからは行きましょう、勉強依存に。そうなんですね。ぜひなってもらうのがいいんじゃないかなと思います。これぜひ頑張ってください。これをきっかけに。はい、ということで今回はジミーさんにおいでいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。